カランコエとは、弁慶層科の一族、琉球弁慶族とも、正論弁慶武士を正論弁慶族として分けることもあるが、以下では原則として含める。原産地は、マダガスカル島、南アフリカ、東アフリカ、ソコトラ島。他、インド、マレー半島、中国などに分布。草丈15から80センチメートルの低木で、多肉質の葉を持つ、 多た年層、単実植物である。花弁は5枚でやや反り返っていて、星の形にあける。一般に、園芸店などで扱われるのは、紅ベ弁ベ系であることが多い。ワイウセ種、高ュ、種、フイリシ種、などバラエティに富んでおり、花色も、白、黄色、ピンク、赤、オレンジ等豊富である。また近年では、 八重咲きの品種も作られており八重咲き品種は花付けや花持ちが非常に良いことから人気の園芸植物となっている。開花時期は秋から春だが、カランコエは日の長さが短くなると花ががつきやすくなるので夜も人工光が当たる環境ではいつまで経っても花が咲かないことがある。逆にこの性質を利用して光が当たる時間を調節すれば一年中花を楽しめる。 いくつかの種は葉の虚子部分に成長点を持っているのが大きな特徴である。葉が脱落するとここから発芽し新しい個体を形成する栄養繁殖能力に優れている。小宝弁形や不死腸菌などは葉が親株についているうちから盛んに新芽を出す。他の種でも稀に葉から芽を出すことがある。分類にもよるが数十種から百数十種が属する。 ありがとうございます。